古参世大徳6年1月23日は、南宋末期の政治家、歴史家、石膏省天台の人、元の名は、万馬語、字は、美の、号は、梅館。論語の、割れにし参照の一句より三章と解明し、字を、計算とした。古史家府によると、古参世の先祖である子という人物は、本来後世の余償に住んでいたが、東松の犬や康し年間に、 推挙されて、高等総集の知性に聞きをトネリを務め、退任後は、五越の会計へ移住した。古参政は、史実願温中で、自らの本番を、天台古参政と書き、天台は、石膏の大衆府に属していた県の一つで、現在の大修士天台県を指す。高尚学者の高層義も、草原学案でこの説に従った。法遊四年、文天将、陸秀夫、 社宝徳らと共に紳士に求代し、吉州の安和県上に任命されたが、母の老齢を理由に赴任しなかった。後に、再び軽減不の字谷に県上に任命。在任中に、軽減地府だった、励む分文沖縄に罪を犯して罷免された。しかし文学と行動が正しいとして、洋州の江戸県進むに推挙され、蟹同棲県下で、朝、笹浦をなどを務めた。この頃から、 史実眼に対する研究に志しており、カニの門閣に名前が知られて、昇平を受け、自分が構成した史実眼を教えたこともあった。南宋がモンゴルに滅ぼされると隠居して管につくことはなかった。敬遠元年、新しまさに避難していた中に、史実眼に注釈や論評をつけた装甲を失ったが、別の書籍を得て作業を続けた。 10年かけて昼夜問わず研究に尽力した結果、ついに、史実願恩温中、津岩尺文弁合という注釈書を表した。彼がつけた注釈の精度の高さから、その注釈のみで歴史書に値するとまで言われている。ありがとうございます。